筋トレで体が硬いと、悩んでいる方のための、動画になります。今日の動きでは、ちょうどですねこの肋骨のあたりの動き、胸腔とか胸郭というんですが、このあたりの動きを引き出して、腰痛などを改善するように、動いていきたいと思います。では始めていきましょう。仰向けで寝転がります。足幅を腰幅からもう少し広めに開いていきます。背中側が反っていたり何かこう硬い感じがあれば、一度ゆらゆらと体全体を揺らしていきましょう。ちょうど体を地面になじませるように、ふわふわっと、でこのこう波ですね、揺れをだんだんこの腰あたりからさらに、背中、肩、首、最後後頭部のあたりもゆらゆらと揺らしていきます。さあ動きを一旦止めましょう。足先は膝とつま先が外へパタンと倒れる感覚にします。まず鼻からたっぷり息を吸いましょう。口から吐き出してから、早速この肋骨のあたり、ほぐしていく動きをしていきます。最初にこのあばら骨のあたりですね、両手でガシッと掴んでいただいて、さすっていきましょう。この肋骨の間、肋間筋と言いますが、このあたりが緊張していると胸の空間、胸腔がこううまく開いていかずに呼吸が浅くなる傾向にあります。そうすると筋肉の緊張がさらに高まってしまうので、体が硬くなりやすいですね。今はこのあたりをこうさすることで肋間筋の緊張をほどいて、呼吸のしやすい上半身を作っていきます。さあ動きを止めます。今度はですね、あばら骨に沿って、押していきますね。ちょうどあばら骨とこの柔らかい部分の境目あたり、下からいきましょうか。ウエストの横あたり、脇のあたりからこうグッと押すとくぼむと思います。そのあたりから、またあばら骨を軽くこの指先でクッと鍵手のようにしていただいて挟むようにします。で鼻からたっぷり吸って、鼻から吐きましょう。で少しずつこの指をずらしていきます。また同じように肋骨をグッと、指の先下から差し込むようにして、鼻から吸って、また優しく吐きます。では少しずつ手をずらします。でこう揺らしたり、こう少しグリグリと刺激した方が心地よければ、刺激をしながらでもいいです。で鼻で吸って、鼻から吐くを繰り返します。少しずつ中心に向けて指をずらしていきます。で真ん中のあたりも下から真ん中にかけて大体押せたら OK です。両手指先を絡めて一伸びしましょう。息を吸って、手のひらを返し上です。手と足をぐっと引っ張り合うようにしながら伸びます。で吐きながら、はー、一旦リラックス。さあ次は両足を軽く閉じてセンターです。右の膝を自分の胸に寄せて、膝を左手でキャッチしたら息を吸って、吐きながら膝を左に運んでツイストをしましょう。では今日はですね、上半身にもう少し効かせたいので、伸びているこの右手、肩の横、
延長線の方に軽く伸ばします。肩の真横まで伸ばすときつい場合は斜め下の方に伸ばしてしまってもいいので、今日は手のひらを下に向けましょう。そして左手で右の肩をスーッと向こう側に押すような感じです。でここでも肩周りがこう巻き肩になっている感じとか緊張を感じたら鼻から吸って、口からでもいいです、はーっと吐き出しましょう。で優しくこのあたりですね、この胸の横から肩のあたりをさすってしまってもいいです。もう一呼吸、鼻から吸って最後に吐きましょう。鼻からでも口からでもどちらでもいいです。では次の吸気で膝顔センターで足をほどきます。体がずれてしまったらまっすぐに整えてから、次は左の膝を胸に寄せて膝を右手でキャッチ、鼻から吸って吐きながらゴローンと膝を右側に運びます。では反対にこの左手ですね、肩の横詰まる感じがあれば下の方に下ろしてしまっていいです。手のひらは下向きにしましょう。この状態で肩が浮いてくる場合は、今日は上半身にフォーカスしたいのでこの肩を下に下げていきます。で膝が浮いてきてもいいので、できる範囲で肩と膝を反対方向に引っ張る形になります。肩周り、胸周りのつまりを感じたら少し指の腹か、そうですね、指の腹でいいですね、胸の横あたり、そしてこの脇から腕にかけてを少しさすっていきましょう。あとはゆっくり呼吸を繰り返すことが大切になります。たっぷり吸って優しく吐き切ります。あと一呼吸。さあ吐き出し終えたら吸って、で膝顔正面、吐いて手足をほどきましょう。もう一度体がずれていたら左右にゆらゆらとさせて、最後はもう一度このあばら骨のあたり、肋骨の間、緊張を解くようにさすっていきます。さあでは膝を胸の方に寄せ、左右にゆらゆら、最後ゴロンと起き上がれたら起きてきましょう。さあ今日は、体が硬くて腰痛に悩んでいるという方のための上半身、この肋骨の間であったり胸の空間をほぐしていくヨガでした。動けたという方はぜひいいねボタンで教えてください。また次の動画でお会いしましょう。今日もありがとうございました。今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。インスタグラムもあります。ハッピーなつむで検索してみてください。